どうも、ジゴロパンダです。今回ですね、セフレオ各テンプレート法に参加してくれた、ハンドルネームがタケルさんという、関東在住の25歳の方ですね。その方に今回インタビューを取っていきますので、で、それでですね、今回のセフレオ各テンプレートの方に参加する前っていうのがどういう状況だったかなのかっていうのを教えてもらっていいですか。はい。実際この、企画に参加する前は、職場でしか出会いがなくて、はい。なんだろうな。なんだろう。あんま言葉出てこないですか。なんて言うんですかね。なんか職場では恋愛したくなかったので、それで、なんだ。ちょっとこう外に出会いを求めたくて、みたいな。そうですね。ただ仕事しか普段するというか、ほぼほぼ仕事なので、なんか、外で出会ったりっていうことがなかったので、彼女を作りたいけど、無理だな、みたいな。はい。っていう感じで、ちょっと思ってましたね。あ、それでも探して、今回のこの出会い系の方とかで、はい、どうなのかなってことで、参加してくださったって感じですね。はい。はい。で、実際にこの、セフレオ・カンクテンプレートの方に、参加して、はい、こう学べたこととか何かこう得たみたいなっていうようなこととかを教えてもらっていいですか。はい、はい、一番良かったなっていうことが、たくさん出会いを増やすことができるんだなっていうのを、実感できたので、それが一番ですかね。そうですよね。初めて1ヶ月も経ってないぐらいだと思うんですけど、はい。何ぐらいと出会った感じなんですかね。出会ったのは、実際なんかご飯とか食べた人数で大丈夫ですか。あ、もちろん、はい。5人ですね。おー、5人。はい。1回でも週1以上のペースですね。そうですね。いいっすね。あ、1週間です。1週間で5人です。あ、1週間で5人ですか。はい。おー、多いですね。毎日のように忙しかったですね。忙しいですよね。はい、なるほど。あ、でその後に、ちょっとこう性的な話だとこうセックスとか、セフレオ各テンプレートって話なんで、はい、そういう女性とかはこう何人ぐらいとそういう、性交渉とかできたのかなっていうのも教えてもらっていいですか。あ、3人ですね。おお、いいですね。はい、そうですね。で今も普通にこう連絡とか、続いたりとか。はい。そうですね。今も撮ってますね。おお、素晴らしいですね。わかりやすかったので。ありがとうございます。それでね、今回はこれ結果出してくれたんですけれども、はい。今回、これから参加の方にこう悩んでる方とかがいるので、その方に向けて、こう、軽く、ちょっとメッセージってものをお願いしていいですか。はい。これまで僕は、2年間くらい彼女がいなくて、なんかこうムラムラしたりしたら、そういうお店に電話して来てもらってとか。ああ、なるほど。はい。もうそれしかなかったので、はい。手っ取り早かったし。ただ、デートスポットみたいなところに行きたいなって思うのも、はい、多分誰しも思うと思うんですけど、やっぱそういったところに行こうとすると、やっぱなんだろう。そういうセフレじゃないですけど、はい、セフレっていうか、そういった関係の人がいないと、いけないし、楽しくないんで、もしそうやって思うことがあるなら、この、ジゴロパンダさんが、企画してくれてるのに、ぜひ参加した方がいいと思います。ありがとうございます。押していただいて。はい。今回ですね、タケルさんの方も結果出してくれてますので、ぜひとも参加の方お待ちしております。って感じですね。はい。ありがとうございます。大丈夫ですか？あ、全然ありがとうございます。普通に本当、ただ本心で喋ってくれただけで嬉しい。